ペルトの追加ですけども、そのね、二次燃焼するウッドストーブでやってた時と同じような感じで、ドーナツ型に今ペレットが燃えてるんですけど、こうガッと避けてそこに継ぎ足せばちゃんと燃えてくれますね。こんな感じです。結局焚き火台使ってます。まずですね、これペレットですね。ペレットの方がですね、置きが多くなったというよりは、燃え尽きた燃えかすがいっぱい詰まってきちゃって、よくペレットの継ぎ足し問題でよく起こる、あの酸欠気味でうまく継ぎ足せないってやつ、それっぽくなってきちゃったんで、ちょっとめんどくさいんで、バッとですね、焚き火台の方に残った置きを動かしまして、で、着火剤入れて、薪並べてパパッと火つけちゃったんですけど、ペレットの方はまた課題が残ったって感じですね。あとこれワックスバーナーの方なんですけど、今2時間半経ってあと多分30分ぐらいで消えちゃいそうですね。でこっちも消えそうだったんで焚き火起こしたんですけど、なので多分ですね、今回これは段ボールをぐる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 いっぱい入れすぎたんで火力が強すぎたんじゃないかなと思います。この大きさの入れ物に対して真ん中にグッとこのぐらいのね、ギュッとした芯になるものをね入れるだけで良かったのかもしれないですね。とにかく火が強すぎたんじゃないかなと思います。でもそれでも3時間なんで火ももっと小さくして調整できて5時間とか6時間いけたら最高ですけどね。ちょっとこれまた面白いんで、またプロトタイプみたいなの作ってまたチャレンジさせていただきます。で焚き火を急に起こしたんでもう薪があんまりなくてですね、こっちとこっち、もうこれ終わったら今日は寝ちゃいます。そんな日ですね。まあ何でもかんでもうまくいくわけじゃないんで、また失敗を糧にしてというかですね、生かして、うまいことやれたらなと。
例えば帽子が縦長に、メーテルのようですね。メーテルってなんで寝起きでそんなこと言えるんだ。とても良い朝をグッドモーニングです。起きます。